昔君の兄貴に登ったな。そういやこんな変なものも集めてたっけ。ジャングルのど真ん中にあった U ボートの中にスペイン金貨があるなんて誰が思う。フランシス・ドレイク卿サリーの身代わりになる。見ろよこれ。シャングリラ。懐かしいな。こいつのために大勢が殺し合いをした。フランシス・ドレイク卿の解読機か。この時はマジですごかったな。変わんないな、クロエ。もうこういうのは趣味じゃないかも。いや、役立たずのセーディスマス。よし。やつらだ。隠れろ。囲まれた。ど真ん中。くらえ。よし、来た。ほらよっと。これでもくらえ。よし、再開。やったぜ。プロ顔負け。
るか。じゃあな。どうだ、参ってくれ。ああ、今行くよ。よし、遊びはおしまい。これ最近の？ああ、そろそろまた旅行に行かないとな。ずっと言ってね。美男美女だな。長いこと何してたの？ああ、ちょっとリサーチをね。そう、リサーチね。本当に。ねえ、ご飯用意してくれる？こっちもすぐ終わるから。ああ、分かった。ありがとう。
で、あとは、うん、よし、オッケー終わった？そうか。まあ、ほら、時数オーバーでミスもあるだろうけど、編集にやってもらっちゃおう。ああ、お腹減った。うまそう。うん、で、どうだった？何？ん？なんて言ったの？ごめん、今日はどうだった？ああ、まあまあだった、うん、いつも通りって感じ、うん、今日は川からガラクタを引き上げた、うん、そう泳げただけいいじゃない。何か面白いものはあった？あったよ。すごいお宝。21世紀初期のトラック。いいだろ。お宝を積んだ沈没トレーラー。本当にもう。でそれがさ、また今度。で、何の記事なの？もともとはバンコクの観光記事。ほら、ほんのちょっとしたやつよ。でも切り口を変えちゃったから雑誌から文句言われそう。だってね、みんなスモークのことばっかりなのよ。飛行機から降りてすぐ肺に来ちゃうぐらい本当にひどい状態だったんだって。だから記事の視点をちょっと変えることにした。いて。何？聞いてるの？あ、もちろん。てか、刺したら痛いだろ。ごめん。何？続きは？せっかくいいとこだったのに。そう？うん。何についての記事だっけ？え？これ？ん？ほら、その、あれだ。バンコクの遺跡だろ？バンコクじゃなかった。バンコクの近くのさ、あのバンコクの郊外にあるやつ。まあ、あ、ごめん。よく言うわよ。当たらずも遠からずだろ。まあ確かに惜しいと言えば惜しいけど。またマレーシアの仕事頼まれたの？ジェームソンはその話ばっかだよ。ねえネイト、その仕事を受けた方がいいんじゃない？やりたくないんだ。マジで許可取ってないって言うし、そういう仕事はもうしないって約束したろ。そうだけど、やる価値ないって。でもそんなに危険じゃなさそうだし、もし許可の問題だけなら。いやだ。サリーに連絡したら？しばらく会ってないし、もう2年。この話はやめよう。私のために断ってほしくないだけよ。自分のために断ったんだな。気持ちはすごくありがたいけど。じゃあ私お皿洗ってくるわね。いいよ、俺が。待って。昨夜やってくれた。作ってくれたんだから俺が洗うよ。ほら、せめて俺に皿洗いぐらいやらせてくれよ。じゃなかったら勝負しよう。私と勝負？ああ、ほら最近やってるなんとかってゲームだよ。俺がハイスコアを抜いてやる。なんとかってゲームで私のスコアに勝てると思うわけ？もうビビってる？ゲームの名前すら知らないくせに。名前なんて関係ないだろ。いっつも見てるし、まあね、ジャンプしたり走ったりするのは俺の得意分野って忘れた？意外とチキンなんだな。やめる？コココッケーココッ。受けて立つわよ。そんじゃしっかり見てるよ。うん、楽しみ。これだけ？まだロードがあるでしょ。ロード？そうよ。なあ、まだ始まんないの？ちょっと我慢できないの？だって普通スイッチ入れたらすぐに。お、来た来た。うわあ！クラッシュバンディング。どうかしたの？いや、ほら、ちょっと